なぜ綾小路がお前たちの手助けをしているという。なぜ優秀なのにその力を表に出さないという。それは D クラスはこの学校の言葉を借りるなら不良品の要素を持った人間たちが集まる場所だ。これは私個人の見解だが、 D クラスで最も不良品たる生徒は綾小路。